こんにちは、日野です。あとね、もう少しで戻れそうなんですけれども、まあその間に何か一つでも映像を撮れないかなと思って、スイッチを押したんですけれど、まあ今夕日がちょっとねこう出てきてっていうところなんですけど、行動することが大事だっていうことを言うと思うんですよ。で、行動する言葉だけではなく、行動することが大事であると、実践することが大事であるっていうことなんですけど、これもねそのまま受け取って何でもかんでも実践すればいいかっていうと、そうではないと思うんですよね。で、実践していく中でその目的というかテーマというか、テーマを決めてひたすら実践するっていうんだったらいいんですけど、テーマも目的もないまま実践すると結局得るものってあんまりないんですよ。ただ単に行動すればいいっていうことでがむしゃらにねやっても、結局そのテーマとか目標とかそういったものがないままやってしまうと、行動に移ってしまうと結局何を得たのかわからない、何をやりたかったのか分からなくなるっていうことがね、往々にしてあるんですね。だから大事なことはその目的をね、目的っていうとちょっと、あれなんですけども、テーマを決めるっていうことですよ。そのテーマ、例えばそのどう、まあ、この非常に僕自身の例で言うと、動画を今こうどんどん撮っていってるわけです。じゃあそれ何のために撮ってるのかっていうことですよね。それがぼやけてしまうと、結局ただ単に動画を撮って出して質の低いものを量産してしまうということになるわけです。だからそれではあんまり意味がないんですけど、そうではなくってそこにテーマを決めるんですね。これは例えば今のテーマで言うと、アドリブ力をつけたいとか、話すこの話し方、話す何もない状態で話していく練習をするとかね、そういうテーマがあるわけです。で、とにかく大量に動画を上げて、今は質よりも量であるっていう、まあ、テーマがあるんですよね。だからそういうので自分で何のために今これをしているのかっていうことをですね、知っておくっていうのが必要なのかなと。テーマっていうのが必要だと思うんですよね。だから、そういう行動するときに何でもかんでも行動するっていうよりは、自分がなぜそれを今行動しているのかっていうのを本当に確認しながらやった方がいいですよね。そしてその中でやっていく中でまたね、変化が出てくると思うんですよ。変化とか気づきとかで、その気づきが出てきたらまたテーマを見直して修正するとか、もう一度新たなテーマを掲げるとかでもいいと思うんですね。だからそういうふうにして、どんどん行動するっていうのはもちろん大事なんですけども、テーマをその都度自分に問いかける、これは、何のために今やってるのかっていうことですよね。それが分かればですね、その視野を広く持っていけば、自分がもっともっと行動できるはずなんですよね。で、そこに一点集中してそのテーマというものが決まれば、あとは行動あるのみですよね。だから、ね、集中して行動できる。だから行動に力が入るし、行動が速くなるし、圧倒的な量をこなす行動力が身についていくということを思います。ということでね、今回は以上になります。ありがとうございます。